いいの？本当に。ええ、まあちょっと反省。ん？私チーフのことちょっと誤解してたかも。へえ、あなたって素直なのね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。チーフ。あ、はい。これ夕べ作ってみました。何ですかこれ？パーソナルデータです。パーソナルデータの作り直したんです。もっと細かい情報入れ込めるように。そうですか。それじゃ。あ、はい。それと昨日あれから宮部様がお見えになりました。え？全品交換なさいました。チーフがお見立てになった洋服とね。試着した時自分の中に新しい風が吹いたような気がしたんですって。でもその風に身をさらす勇気がなかったって。でもお気持ちを変えられたみたい。新しい自分を見つけるために。とにかく今回は私の負けですね。意外だな。あら、私はもともと素直な女ですよ。全く分かってないわね、女が。だけどやり方はどうでしょうか。お客様を知り尽くすのは結構ですが、食事に誘ったりデートまがいのことをするなんてのはどうかと思います。それに関しては僕もそう思います。あら、初めて意見が合いましたね。そうですね。じゃあ、今朝の話なんですけど。うん。あれなかったことにしてください。え？いろいろすいませんでした。おい。どちらにいらしてたんですか？すいません。いらっしゃいませ。頑張れよ。失礼します。パーソナルショッパーズラウンド。どう？やれやれ、彼はよほどマゾヒスティックな性格らしい。家中の栗を拾いに戻ってしまいました。でも彼の顔が明るいのは何よりですな。さて、次回はどんなお客様がこの部屋を訪れ、彼らはどんな風に対処するのでしょうか。来週の同じ時間、ここでお目にかかりましょう。紙切れのような冷たい月がしぼんだ心を照らすよ。